どうもダルです。今日もよろしくお願いします。今回は反省の2本立てです。似たような動画になってます。どうすればいいかわからなく、こじ取りに迷ってしまったので、皆さんの意見やアドバイスを聞かせてください。オス。1本目は準耐久でアンチ入りしました。とりあえず耐えられそうなところを探して回ってます。そういえばあと少しで200人に達成するので、まだチャンネル登録してないよって人がいたら登録お願いします。それと動画投稿を始めてもうすぐ1年が経つので、また何か記念にやりたいですね。ここの岩で耐えていきます。正面の岩に敵が入ったのは確認済みですが、自爆してるので大丈夫そうです。収縮までカットしました。ここからですね。トルポジが分かりませんでした。階段も入っていて、なかなか難しいアンチでした。移動していきます。一旦真ん中周辺で解消と思ってます。ありますね。岩も多くあるんですが、ほとんど取られてるって感じでした。微妙に集落も入ってますし、この周辺も危険ですね。階段も遮蔽がないわけ。車が密集してるところには絶対敵がいますし、なかなか小じ取りもしにくいです。こういう時って取りたいところを無理にでも取りに行くのがいいのか。そうじゃないと車もそのうち割られますもんね。でもタイミングもありますし、それがまた難しいところですね。車の数も少なくなってきましたね。そろそろ小じ取りしないとまずいです。次のアンチナムに取ろうと思ったんですが、もう止められるところがない。やって、ついにヘイトを買いましたね。これはどうするべきだったのか皆さん教えてください。オス。ここからはゲームオーバーになるだけなので、早送りします。まだ自分の車がバレてなかったから使ってもよかったか。はい、次。このゲリラの掘る場所がわからなかった感じです。強気でこじ取りしに行くのってすごく苦手なんです。でもタイミングが合えば積極的に取りに行った方がいいですよね。あ、ちなみに今回は珍しく超耐久してます。ここまで来る前に奇跡的に自分の車が必死で集まりました。なかなか難しいですよね。開けてはないですが、止める時を間違えるとお釈迦様になってしまいますね。しばらく車を回します。話すことないので何度も言いますが、チャンネル登録お願いしますね。3月末までには200人行きたい。今年の目標が500人なので、皆さんまだ登録してなかったらチャンネル登録お願いしますね。ロードキル、はい。ここは海岸方面から車線が通ってくるので、ここで取れたらよかったんだけど、場所を変えるためまた回します。あのまんま取っておいたら割られてたかな。なんか今敵で取ろうとしてましたね。あそこでも良きか。そう、わからねえよ。こうなったら収縮まで回すしかないぜ。これまくと会社のところで見なかったっぽいです。
耐久はさっきよりあるが、ガソリンがないですね。切れるなら暗示内でお願いします。押す。頑張ってるね。やっちゃったね。皆さん、アドバイス少しお願いします。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。